日野達希は、日本の元フィギュアスケート選手。中京大学附属中京高等学校卒業。中京大学スポーツ科学部卒業。2011年、2012年全日本、フィギュアスケートジュニア選手権優勝。2012年ジュニアグランプリファイナル3位。2014年メラーの杯優勝。1995年2月、東京にて、 ロシア人の父と日本人の母との間に生まれる。名前の由来は古代インドの仏教の僧であるタツキから、2001年にフィギュアスケートを始める。ノービス時代には次世代のエース候補として羽生譲ると、共にフジテレビで紹介された。尊敬する選手はアレクセイ・ヤグディン。2007から08シーズン、ガルデナ・スプリング・サカズキのノービスクラスで優勝。 翌2008から09シーズンより、ジュニアクラスに参戦するも、このシーズンの主要な競技会を欠場し、2009から10シーズンより、競技会に復帰。全日本ジュニア選手権で4位となり、初出場の全日本選手権では18位となる。2010から11シーズン、名古屋市の中京大学附属中京高等学校に、進学し、長久保博士のもとに移る。 ISU ジュニアグランプリに初参戦。全日本ジュニア選手権では3位に入るも、全日本選手権では13位となり、世界ジュニア選手権の出場を逃す。ガルデナスプリング坂月のシニアクラスで6位となる。2011から12シーズン、JGP ボルボ杯に出場、国際スケート連盟主催の公式競技会での初優勝を果たす。続く、 JGP ブラショフサカズキでは2位となり、初めて進出したジュニアグランプリファイナルでは5位、全日本ジュニア選手権では初優勝を飾る。全日本選手権で10位に入ったことにより、自身初となる世界ジュニア選手権の代表に選出された。初出場の世界ジュニア選手権では、ショートプログラムで14位と出遅れるも、フリースケーティング9位、総合9位となった。 2012から2013シーズン、全日本ジュニア選手権で2連覇。2年連続の出場となった、ジュニアグランプリファイナルでは、SP、FS の両方で、パーソナルベストを更新し、銅メダルを獲得した。2016から17シーズン、山本壮太の怪我による、欠場のため、グランプリシリーズ NHK 杯に出場が決定し、グランプリシリーズ初出場を果たす。 2020から21シーズン、全日本フィギュアスケート選手権での演技後、今シーズンでの現役引退を表明した。ありがとうございます。